眼科医の平松です。今日はウイルス性の結膜炎についてお話ししようと思います。まあ、ウイルスによって目の結膜炎、白目が、感染してしまうんですけども、まあ、これってちゃんと予防しておくと、まあ、ならないです。で、ならないというか、なる確率が低くなるんで、まあ、どういうふうに予防をしてあげたらいいかっていうのもお話ししようと思う。ウイルス性の結膜炎というのはいろいろあります。流行り目って言われるものであるとか、まあ、他のいろんなウイルスが感染して、まあ、結膜炎を起こすと。まあ、結膜炎の後、風邪ひく人もいるし、風邪ひいて結膜炎になったりとか、今いろいろあるわけですね。どうすればいいか。一番有名な流行性か結膜炎、いわゆるアデノウイルスっていうのが、すごく感染力が強いので、そのお話をしておきたいと思います。で、このウイルスの注意点は、感染してる人に直接会わなくても、ウイルスが移っちゃうんですよ。例えば、私が、まあ、ウイルス性の結膜炎、流行り目だったとします。で、目かいて、まあ、どっかのドアノブに触ると。で、あなたが、そのドアノブを触って、全然私がいない時ですね。ドアノブ触って目かくと。これで移るんですよ。で、そのドアノブにどんぐらいいるかっていうと、大体2週間。2週間いるんですね。ですから、かなり感染しやすいウイルスです。起きることとしては、学級閉鎖とか学校閉鎖とか、まあ病棟閉鎖、病院閉鎖みたいな感じで、感染がもう爆発的に蔓延することがあります。ただ、聞いたことあるかっていうと、そんなにないと思うんですよ。インフルエンザとかですと、まあよく学級閉鎖よく聞くし、うん、問題になる。なんだけども、ウイルス性結膜炎はすごく移るんですけれども、一方で、インフルエンザみたいに本当に重症になって寝込んでしまうとか、それこそ命に関わるとか、まあそういうことは、まあまああんまりないわけですね。で、かつ、結膜炎自体も、まあ結膜、白目に炎症が起きるわけですけれども、ほとんどの方が後遺症を残さないで治ってくる。自然と治ってくるわけですね。なので、あまり問題にならないと。すごく感染力が強いので、とはいえ自分が移ってしまうと人に移してしまうので、どうやって予防すればいいか。今言ったように、ドアノブとかトイレのところ、入り口とか、まあ、いろんなところありますね。釣り革もそうですね。とか触った後が、もう手にウイルスがいると思ってください。もういるんですよ。で、だから目を乾かくとか、口を触るとかって前に必ず手を洗っていただく。っていうことが必要になります。家族の場合なんですけども、家族がまあ結膜炎だったりした場合、またはできればなんですが、タオルを一緒にしない。特に顔洗うじゃないですか、こう、ジャワジャワって。で、その隣のタオルって、1個あって家族で共用してるところが、まあかなり多いわけですね。となると、まあ、お父さんが結膜炎になったと。そうするとお母さんに移る、子供に移るって、うわーっと家族で移っちゃうわけなんですよね。結膜炎になってから気をつけるっていうのもあるんですけども、その場合、感染しても症状が出るまでちょっと時間あるんですね。だからその間に移しちゃうと、もう家族全員結膜炎になっちゃうので、できれば顔を洗う横のタオル、まあこれに関しても、まあ個別にしてもらうと。ね、ですから1個目、タオルを共用しない。2個目、よく手を洗う。まあよく手を洗うというと簡単ですけど、まあ釣り革手すりや、ドアノブを触った場合、手にウイルスがいると思ってください。思うってことですね。そうすると、なるべく手を洗うじゃなくて、手にウイルスいるからこれまずいなって思うじゃないですか。そういう感じですね。神経質になるという意味じゃなくて、そういう時に目や口を触らないってことですね。手を洗ってからってことですね。で、3つ目としては、コンタクトの取り扱い、まあ2番目に非常に似てるんですけども、コンタクトレンズ取り扱ってる方の場合は、目入れたり外したりっていうのをどうしてもですね、無意識にしちゃうことがあります。また、コンタクトしてない人の場合は、ついつい目かいちゃうことがあるので、まあ、気になる時期とか、家族が、結膜炎になってるとか、って場合は、伊達メガネでもいいからしとくと、こういう場合さすがにパッと描かないんですね。花粉の季節とかですと防護メガネとかもありますので、そういうのをしといていただくと、無意識に描かないんです。描かないように気をつけてくださいとは言ってますけども、正直こう物がある方がもうシンプルですね。もう描かないですね。もちろん朝起きた時とかメガネしてない時とか、眠い時とかちょっとメガネ外した時ついつい描いちゃうことはありますけれども、まあ、描きにくいってことですね。で、もう一個が、拭くときはティッシュでってことです。タオルとか、まあ、ハンカチとかで、目やにとか拭いちゃう人いるんですね。そうすると、そのタオルやハンカチはずっとこう、ウイルスがいる状態なわけですよ。で、それを誰か家族が触って、目をかいちゃうともうこれ映っちゃうわけですね。ですから、必ず目やに涙を拭くときは、もうティッシュで拭くのを癖にしてください。もうティッシュで拭いて捨てると。ですから、このウイルス性の結膜炎の対処って、ウイルスの時期とかって、もちろんある程度あるんですけども、一年中いると思ってください。一年中患者さんにやっぱ来ます。ですので、で、患者さんにとってみると、いや、全然家族
症状なかったから大丈夫だと思ってタオル一緒にしてたとか、家族が触ったところを普通にそのままにしてたとか、そういうこと結構あるんですよ。そうじゃなくて普段からうつらないように対応してほしいわけですね。ですから、いや周りでウイルス結膜炎流行ったから気をつけようじゃなくて、普段から、ティッシュで目やにや涙を拭くとか、つり革やいわゆるこうドアノブを触った後は目や口は触る前に必ず手を洗う、もうウイルスいるもんだと思って手を洗うであるとか、まあ、できれば顔洗った時のタオルは家族で分離、一人一人別にするであるとか、まあ花粉の季節とか、まあ、できればメガネとかにしていただいた方が、まあ、映りにくいであるとかっていうのはもう時期関係ないですよね。でちなみに眼科医って結構メガネ多いじゃないですか。コンタクトとレーシックとかメガネとかあるけども、メガネが多い一つの理由はやっぱりこの感染気をつけてるっていうのがあります。自分たちで見ている患者さんにはやっぱり感染症の方いらっしゃいますので、自分に移ったらすごいことですから、ですから、なるべくメガネの方が映りにくいので眼科医は結構メガネしてるっていうこの部分もあるんですね。よくレーシックやコンタクト悪いんですかって、そこよりは感染というのも結構大きいので、まあそういう意味で、コンタクトよりもメガネを使ってるって部分もあるわけですね。ですから、まあこの予防を普段からやっていただくと、まあ時期が来てもあんまりかかりにくいってことがあるので気をつけていただければと思います。じゃあ家族が、まあ、本当に結膜炎になっちゃった場合どうやって対処すればいいか。一応アルコールとかでも、アデノウイルスって対応できるんですけども、アルコールにもいろんな種類あるんですね。エタノールっていう方はまあまあ効きます。でもイソプロピルアルコールっていう方はあんまり効かないんですね。なのでできればエタノールを使っていただくってことです。まあもしエタノールとかイソプロピルアルコールない場合は水拭きして空拭きとかそんなんでもウイルス量を減らせます。水じゃ死なないじゃないかと思うかもしれないんですけど、ウイルスの量を減らすってだけでも大切重要なことなんですね。あとよく聞かれるのは、一緒に洗濯物洗っていいんですかっていう。一応これは大丈夫です。すごい洗濯水の量使いますので、ウイルスがそのまま残るってことはまあほとんどないと思ってくださっていいので、まあ、普通は一緒に洗っちゃってます。まあ気になる場合は別々にして洗ってくださってもいいですけれども、まあ一緒に洗ってくださってもそこは結構ですっていうことですね。今日は、いわゆるウイルス性の結膜炎、特に流行性角結膜炎流行り目についてお話しました。